最後です。今回はですね、岡崎市の岡崎公園というところにやってきております。岡崎公園、まあ岡崎市にある有名な大きい公園になるわけですが、ちなみにここにはですね、図書館があったりとかですね、ちょっとしたデパートがあったりとかで、まあ一応繁華街の一種なんですよ。しかも目の前国道1号線ですからね。という感じで、ちょっと広い塔になってますね。一応いろいろな感じで、日本の歴史公園100選、桜の名所100選、日本の都市公園100選と3つの100選の公園の一つになっているところですね。岡崎城下、東海道27曲がり、この辺27回東海道が曲がるということでですね、そういった記念碑もあります。さあ、大手門を行ってみますかね。辰木神社はだいぶそ、岡崎城側にありますよね。で、家康館、からくり時計、能楽堂、能楽堂のちょっとこの上の方にですね、藤棚があって、そこで藤祭りが行われています。家康館です。で、僕のお気に入りはですね、ここのところにある花の時計ですね。花時計、ちゃんと動いていますね。からくり時計は30分に1回開くわけですね。見てください。ここからは公開対局のお時間です。事前申し込みいただいた皆様のみ公開対局ということで、能楽堂の方では対局があるみたいですね。さあ、一応こんな感じで将棋祭りの方はですね、こんな感じになっております。天守閣があって、ここがお堀ですね。辰木神社の横に岡崎城がありますね。2019年のお正月もここで、カウントダウンして迎えました。まあ私の、まあ、お正月の定番っちゃ定番の場所ですね。ここでうさぎ汁とおしるこ、おしるこは隣のまた違う神社、須郷神社ってとこですけど、そこでおしるこ飲んで、ここは甘酒とうさぎ汁ですね。で、これが岡崎城です。ここを流れるのは伊賀川で、向こう側に須郷川、音川があるんですけど、そこから分かれた川です。そしてこっちは池ですね。赤い橋がちょっとかすかに見えるところです。さあ、見てください、藤棚が見えてきました。そう、岡崎は藤も綺麗なんですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね。
そんな感じで匂いもすごいいい香りがします。ちょうど観光大使の人もいるみたいですね、岡崎の。はい、という感じで藤棚を見に来ました。こっちの方はあんまりいいかな。ちょっと、あ、でもかすかにちょっとずつ芽が出て花になってますよね。で、ここが音羽です。こっちを向こう側に渡ると、まあ東岡崎とか、まあ岡崎の駅になります。この辺もよく YouTuber さんがね、投稿してますよね。はい、ということで岡崎公園の将棋祭りと藤祭り、2つの祭りを見てきました。ここをまっすぐ行くとですね、2音波にぶつかってさらにまっすぐ行くと岡崎公園前の駅と、愛知環状鉄道の中岡崎駅に到着です。大体10分もかからないぐらいで到着できますね。東岡崎だったら逆方向戻って歩いて15分ぐらいかなというところです。目の前に見えてる大和ホテルっていうのがですね、まあ親いわくあそこの、まあ、オーナーが、アミンの岡村隆子さんの実家の方が経営してるという噂ですけど、果たして当たってるのかどうかなんですよね。そんな岡村隆子さんも岡崎出身で、まあ、今ちょっとね、病気と戦っている最中でございますので、まあ、早期復帰、完治、ね、お祈りしている感じでございます。まあ岡崎のね、女性の歌手としてはですね、まあ一応岡崎をねちゃんと知っている方っていうのか、まあ岡崎で生まれ育ったというわけでございます。ちなみにうちの親も結構アミンが結構好きなので、まあ聞いてたりします。まあほぼ同年代っていうのもありますけどね、なんかもしかしたらどっかで会ってるかもしれない感じかもしれないですね。さあ一応2つここに信号機があって、もう1つローソン側にもまあありますけど、まあ多少は変わらないかな。まあこっちの方が知っていれば近いと思いますけどね。ここが2音波ですね。で目の前に2音波と1号線がここ交差するんですけど、この交差するところがだいたい夕方になると渋滞するので、ここ3車線なんですけどむちゃくちゃ混みます。おー、かっこいいなあれ。さあ目の前に見えてるのが中岡崎駅で、さっき名鉄電車が見えたんですけど、こっちとクロスしてる感じですね。乗り換え駅ではあるんですけど、名鉄側は普通電車しか止まらないので、そんなに、まあ、利用者いない感じですね。さあこの大正庵熊丸本店っていうんですけど、まあここうどん美味しいんですけど、ここから巻いたのがもろこしうどん、とうもろこしが入ったうどんですよね。食べたことはないです。さあちょうど目の前に中岡崎が見えてきました。そして煙鉄バスが止まってる。煙鉄ね、浜松ですよ。そして岡崎公園前の駅があります。岡左衛門がここでいろいろ見てますね。四方多分岡左衛門になってます。
ちゃんと後ろになってるね。さあ一応岡崎公園前駅には着いたんですけど、まだちょっとね電車が行っちゃったのでもう少し進んでいきたいと思います。まあ、今ちょうどそこで爽やか王家の号でやってますね。さあこの1年前では考えられなかったのがこの音ね。 IC カードが導入されたんですよね。ちょうど爽やか号泣やってたんですね。であちら側に味噌蔵があります。さあここには味噌蔵が2つございまして、今誘導しているところがありますけど、まあ、実際はこっち丸屋八丁味噌と角九八丁味噌っていう2つの味噌会社がありますが、これが一応岡崎市民にとってはもう複雑なんではございますが、岡崎市の八丁味噌はっていうよりも八丁味噌全体はこの2つの会社じゃないと八丁味噌じゃねえんじゃねえのっていう感覚がありますね。まあ、観光コース的には丸屋八丁味噌と角木八丁味噌両方見学できるので、まあ、両方見学してどっちが美味しいかなので味比べするのもいいかなというわけですね。そうか、自由見学やってるんだ。でこちらが各木八丁味噌ですね。こっちがちょっと歴史的な建物が多いイメージですけどね。こっちの見学がだいたい時間を区切ってやってることが多いので、ちょっと見学がね、時間の融通が、少し厳しいところがございますけど、ここもなかなか見学コースとしては歴史を学ぶんだったらこっちの方が断然ですからね。ということで岡崎公園からここまで歩いてみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。